今日は中野ゼロホールで落語会がありまして、円楽堂という、その、ちょっとゲストに、招いていただきまして、招いてくださいまして、はい、で今1部と2部、1部が終わったところで、ちょっと時間があるので、ちょうどお気に入りの銭湯が、すぐ近くなので、なぜかギターを持ってるんですけど、ちょっと思い出などもたどりながら、懐かしの銭湯に行ってみたいと思います。あれ、あ、こっち。今日は先ほどから歩いてゼロホールからの 4、5 分のところなんですけれども、ここもよく来ていた、神社ですね。大体公園とか神社でギターの練習したりしてたので、はい、ここもすごく懐かしい。引っ越してきた頃はこっちの南口の側だったので、はい、よく来てたなぁと思いますね。これから銭湯ももうすぐ近くなんですけれども、なんか、ただ歩くのもあれかなと思ってなんとなくギターを持ってきてしまったんですけれども、ここは北野神社ですね。よくなんか青春ドラマに出てきそうな。そして銭湯も実は戦前からそのまんま残ってるような素晴らしい銭湯で、これからちょっと今日寒くなりましたので、ちょっとこのような、なんだちゃんちゃんこ、綿入れというのか、東北では綿入れという。手がやっぱこう結構かじかむぐらい寒くなってきましたけど、湯の町エレジ、これから銭湯に行くので、ちょっと、さっきも寄席でやったんですけど、いつも途中でやめちゃうというネタだったので、ちょっと歌ってみました。ではこれから天神湯さんに温まって、して2部を、夜の部を、普通あんまり本番の前に銭湯行くっていう人はないかもしれないんですけれども、昨日の東洋館はすっかり忘れている。最近大丈夫なのか、普段着で出てしまったんですけれども、今日のお客さんはあったかくてですね、また夜の分もあったかいお客様を願って銭湯であったまってくるという感じです。